プリンスホテル、株式会社プリンスホテル、プリンスホテルズ、インクは、西武グループに属し、グループ内でのホテルレジャー事業会社であり、西武ホールディングスの子会社、また、同社が運営するホテルブランドである。西武グループによるホテルリゾート事業は、国土計画、後の国土、2006年2月解散が主導して、計画、立案した箱根、 軽井沢などへの観光地への進出を図ったのが源流である。社名は太平洋戦争敗戦に伴い行われた鉱石離脱後、生活に困窮した旧宮家の土地を購入し、ホテルを開業したことに由来している、後日の千川滝プリンスで命名されたのが起源。また、旧宮家をグループで雇用することにより、生活の安定に大きく寄与した。 国土、西武鉄道の創業者である、堤康次郎が1964年に死去し、三男、堤義明が、国土、西武鉄道の後継者の座に就くと、1971年に、西武鉄道のホテル部門を独立させる形で、初代株式会社プリスホテルを設立。康次郎の逸尾で、西武百貨店寄りの養殖についていた、堤直次が、 社長に就任する後に、セゾン科のアイハグの社長、東京テアトル社長を歴任。同志によって、プリンスホテルスクールが設立され、各種学校として、ホテリへの育成を手掛け始めるが、1976年に、笹川良一率いる日本財団が支援した、財団法人日本ホテル教育センターに経営が、渡され、専門学校日本ホテルスクールとして継承されている。 ホテル会社によって設立されたホテル養成学校はプリンスホテルスクールが日本国内では唯一であり、その設立には一定の評価がなされている。1980年代からは大規模なスキーリゾートやシティホテルを首都圏や東北地方、北海道を中心に数多く進出させる。また時期を前後してアメリカ合衆国、ハワイ、アラスカ、グアムやカナダ。 東南アジア諸国、台湾、オーストラリアなどの海外リゾート企業を買収、提携の上で進出を行い、バブル景気の中でプリンスホテルの母体であった国土は、日本のホテルレジャー事業を運営する企業へ成長した。国土の下で行われてきた事業拡大に合わせて資金調達に用いた方法は、膨大な含み益を持つ東京都心の品川や高輪、芝、 赤坂といった超一等地の土地を担保に銀行などから巨額の融資を得て土地を取得。その後、ホテルやレジャー施設を建設して土地の付加価値を高め値上がりした地価上昇分などでさらに融資を受けるものであった。日本経済がバブル景気に突入した1980年代末期から地価上昇はさらに加速し、含み益が 大大幅ににに、に増加するると、とさらに積極的にホテルリゾート事業の拡大を推し進めることになった。1990年代のバブル崩壊後は地価の価格上昇による事業計画は軌道修正されたが平成不況期のプリンスホテル事業は基本的にリストラ事業再編は実施されず2005年の東京プリンスホテルパークタワーの開業まで続けられていた 2004年に、西武鉄道を舞台にした総会や利益供与事件、優化証券報告書虚偽報告事件により、堤義明が失脚。2006年前半、2005年度末に西武グループが、西武ホールディングスの下で再編されるに、不採算施設については営業終了もしくは、別資本へ不動産と運営権を順次、売却することとなり、それ以外の国土、プリンスホテル、 西武鉄道、西武線沿線施設は除くが所有する、ホルリゾート事業の不動産については、株式会社プリンスホテルの下元に集約、統合された。また、それまで、プリンスホテルが発行していた、西武グループのレジャー施設をすべて網羅した。冊子、レジャーガイドも2006年版をもって、発売終了となった。2006年の西武グループ再編以前までの、 株式会社プリンスホテルは、堤義明の計画立案により、西武鉄道、伊豆箱根鉄道、大見鉄道、西武不動産といった国土の参加企業、主に首都圏と西が開発した、あるいは、地場企業と国土の合弁や地方自治体の誘致による、第三セクター方式で設立した運営会社、海外、苗場、軽井沢以外のスキーリゾートなど、が開発した。 プリンスホテルのフランチャイズや客室販売など対外的なマーケティング事業が主体であり、経営自体は各社が行っているため統一的な戦略はなかった。プリンスホテルの自社物件はサンシャインシティプリンスホテルのみである。2006年7月、高輪地区と品川地区の競合解消のため2名いた総支配人を1名にし、高輪地区を上位とする地区統合を行った。 2007年12月中に本社を埼玉県所沢市の西武鉄道本社ビルから東京都豊島区東池袋のサンシャインシティプリンスホテルへ移転した。2007年4月1日にホテルブランドのプリンスホテルはグレードに応じた3つのカテゴリーに細分化されシンボルマークを一新した。2017年7月3日パークレジスト レジャーインのブランドを展開するオーストラリアのステイウェルホスピタリティグループからホテル事業を買収した。2018年11月13日、イギリスの高級ホテルザ・アーチ・ロンドン買収を発表。同社では最上級ブランドと位置づけて新設したザ・プリンス赤時への解消を予定している。売上高はホテル業界で日本一である。 景色が良い場所に立地しているホテルが多いことから、多くは窓が大きく、カーテンも壁面に隠れる設計になっている。最近でこそ、当たり前となっているホテルのディナーショーは、プリンスホテルが始まりである。1978年に東京プリンスホテルに3000人収容の大園会場、鳳凰の間が開業する際、空間を利用してお客の育成。 開発を考えようという堤義明の発想により、当時、五木博の米国ラスベガス公演成功を知った堤はディナーショー形式でそのまま法王の間に持ってきた。このディナーショーは大成功を収め、その後様々な有名人のディナーショーが開催されることになった。プリンスホテルは新高縄プリンスホテルの5000人収容の起点など多くの主演会場、ホールを有しており、 空間を売る一つの戦略である。ザ・プリンスを上回る最高級クラスでラグジュアリーホテルのブランド。海外のマウナケアビーチホテルと共にプリンスホテルのフラグシップとして位置づけられている上級クラスのホテル。5施設が該当。プリンスホテルの内都市部に所在する上級の施設に対して設定されたブランドでプリンスホテルからグランドプリンスホテルに解消された。 4施設が該当する。宿泊に特化した次世代型のホテルとして、全国各都市、首都圏、地方都市、新幹線停車駅や地方空港周辺都市など、既存タイプのホテルが出店していないエリアをメインとする予定に展開予定。プリンスホテルがプリンスホテルリゾーツと位置づけている、その他の宿泊施設。 さやまスキー場は、西武レクリエーションが運営している。プリンスホテル、国土、西武鉄道、伊豆箱根鉄道の保有、運営施設を含むは、堤義明の遺構などで進出した地方などで、不採算の施設も多く、2004年に発覚した西武鉄道株式の優価証券報告書挙、被災問題による上場廃止で着手された経営再建にあたり、 約4 0カ所の施設を売却、または閉鎖した。売却先の移行によって転売されたり、営業終了を検討している施設もあり、運営面で険しい道のりが課せられている。また、西部グループのレジャー施設を網羅した、冊子、プリンスホテルレジャーカタログ、プリンスホテルの売店などで販売されていたも、2005年版を最後に発行を中止している。委員は 国土プリンスホテルの譲渡後に転売もしくは営業休止された施設以下の施設スキーゴルフリゾートはシティグループのシティグループプリンシパルインベストメンツジャパン株式会社に売却され転売されなかった施設については子会社のウィンガーデンリゾーツが運営を担っている以下の施設はルートインジャパンへ売却された以下の施設はアパグループへ売却されたカラオケ店チェーン 歌広場などを運営する、株式会社クリアックス系列スタディ現、株式会社伊藤園ホテルズ、東京は、計3施設を、伊豆箱根鉄道、大見鉄道から買収。格安、ホテルチェーン、伊藤園、ホテルグループに編入して運営している。大見鉄道が所有する3施設を売却。売却施設のうち、田沢湖、野尻湖、徳島、阿蘇の企画。 プリンスホテルは、プリンスホテルの運営最終日から10ヶ月間、2008年3月31日まで、ライセンス契約で、プリンスホテルの名称を使用できた。愛媛県松山市の道後プリンスホテル、茨城県水戸市の水戸プリンスホテル、北海道門別市の門別プリンスホテルを、はじめ、全くの別資本だが、プリンスホテルの名を冠している、宿泊施設は、 日本全国に多々ある。かつて、栃木県塩谷郡藤原町、現日光市にあり、火災を起こした、川地プリンスホテルとも無関係である。北海道でかつて、プリンスホテルブランドのホテルを広く展開していた、野口観光とも、資本関係はない。なお、2018年4月に開業している、東京都北区の田端プリンスホテルは、 商標権や営業上の利益を侵害しているとして、プリンスホテルからホテル名の使用の差し止めを求めて、東京地裁に提訴されていたが、2018年9月6日に、プリンスを一切使わない子、ホテル名も、田畑王子ホテルに、改名で、和解が成立した。2008年2月2日と3日の2日間、グランドプリンスホテル新高輪で、日本教職員組合、 日経その全体集会が予定されていた。ホテルは一旦予約を受理したが、2007年11月になってから右翼団体の抗議活動による周辺住民への迷惑、特にこの日を中心に行われる入学試験に重大な影響を与える恐れがあるとして受け入れ拒否に転じた。2008年2月には前年3月に予約を受け付けていた。 日教祖の教育研究全国集会の契約解除通告をめぐり、解約の無効と使用させる義務があることを確認した東京高等裁判所の仮処分命令を無視し、予定されていた会場の使用を拒否した宴会場、起点で開催されるはずだった。当日は就職フェア開催を受け入れ、二重予約とした。これに抗議する意味で、 上部組織日本労働組合総連合会がプリンス系ホテル及び関連施設の利用をボイコットする旨を表明した2009年1月の日本系団連の新年会に会長が来賓として招かれたこれにより欠席参加のすべての組合にも同様の行動を呼びかけるという全国労働組合総連合や全日本教職員組合 日本弁護士連合会も懸念を表明する談話を出した。2月18日に衆議院に予算委員会における山井和則議員からの質問に対し、鳩山国夫法務大臣は個別の案件についてではなく一般論であるとして、いかなる紛争であれ、裁判所が公正な審議を経た上で出した裁判、それを無視して、あえてこれに反する行動を取られる当事者がもしいらっしゃるとすれば、 放置国家にあるまじき事態であるとの見解を示した。また、舛添洋一厚生労働大臣は、同ホテルが集会参加者の約190室分の予約を取り消したことについて、旅館業法に違反している疑いが濃厚だとの見解を示した。2月21日以降、港区は旅館業法違反の疑いでホテル側から事情聴取を行った。 3月28日の再度の事情聴取の際、渡辺幸弘社長は、宿泊契約の解約が旅館業法に違反することについては、反省していと述べた。プリンスホテル側は使用拒否の理由として、交際判決の仮処分命令が出たのは、開催予定日の3日前であり、警察当局からの具体的な相談もないことから、安全に集会を開催することは困難であること、また、 日教祖側が周辺住民への事前説明を行っておらず、混乱は不可避であったこととする。契約を解除したことについては、予約を受け付けたことが問題の発端とする批判は甘んじて受けると、質も日教祖側の説明が実態と大きく異なるものであり、実態を確認したためとする。4月15日、港区はプリンスホテルの 宿泊拒否が旅館業法違反に当たるとして、口頭で厳重注意する。8月、日教祖は刑事告訴し、2009年3月17日、警視庁保安課は、旅館業法違反で、プリンスホテルと渡辺社長ら幹部社員に4人と、法人としての同社を書類送検した。2010年7月、基礎猶予処分。また日教祖は2008年3月14日、 損害賠償を求める民事訴訟を東京地裁に提起し、2009年7月27日、東京地裁はプリンスホテル側に2億9000万円賠償と謝罪広告を命じる判決を下した日教祖の請求全面任用控訴審となり、2010年11月25日、東京高裁はプリンスホテル側に約1億2500万円の 賠償を命じる判決を下した。謝罪広告の請求は認められなかった。双方が上告しなかったため、東京高裁判決が確定した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。